ウラジオストクのケーブルカーは、ウラジオストクにあるケーブルカーである。1962年5月から営業している。イーグルヒルのゲレンデにあり、金閣湾に面している。ロシアで唯一の公共交通機関である。ケーブルカーは、ニキータ・フルシチョフによって宣言された、オウラジオストクの建設の一環として建設された。1954年11月2日付の、 c p s u の中央委員会の幹部会へのメモで極東とサハリンへの旅行でおそらくアナスタスミコヤンの考えに基づいてフルシチョフはウラジオストクにいくつかのケーブルカーを建設することを提案した1954年12月にソビエト連邦閣僚会議が承認したウラジオストク建設の一般計画によると1959年までに現在の位置に 長さ300メートル、ガイダマコフスキー公園のエリアに、長さ800メートルの2つのケーブルカーを建設する予定であった。フルシチョフは、アメリカ訪問後再び、ウラジオストクを訪れ、ケーブルカーの建設がまだ始まっていないことを発見した。組織上の多くの問題と遅延があったが、現在存在するケーブルカーが建設され、1962年5月5日から運用された。 車両はレニングラードから、吊り上げ装置はドネツクから配送された。ルートの長さは当初計画されていたルートよりも約100メートル短くなっている。2番目のケーブルカーの建設は始まっていない。2002年5月から2005年7月までケーブルカーは危機の摩耗や酒による大規模な修理のために初めて閉鎖された。 2008年8月から2009年3月にかけての作業のもう一つの重要な中断はゴールデンホーンベイにかかる橋につながるの自動車用トンネルの建設に関連している。電気モーターのオーバーホールに必要な時間は2015年8月から12月に少し短くなった。ケーブルカーはメンテナンス作業のため毎年休業している。最初は 未完成の2番目のケーブルカーの車両がドナーとして、車の修理に使用されていましたが、最終的には、保守要員が必要な予備部品の製造を自分で行う必要があった。下駅は、プーシキン通りにあり、ブセボロドシビルセフ通り上の高架に沿って、ケーブルカーは運行され、スハノフ通りにある上駅に達する。2013年まで、観光客だけでなく、建物が近くにある。 極東連邦大学の学生もケーブルカーの主な乗客であった。しかし、フェフ部門がルースキー島に移転した後、旅客数は大幅に減少した。ケーブルカーと並行するかなり急な階段は1957年に山の斜面に沿って付設された。ケーブルカーの修理やメンテナンスの間だけでなく、夜間に丘の頂上と麓の間の経路が大幅に短くなった。 地元の人はそれをケーブル階段、健康階段、1 0 0一段階段と呼んでいる。主な技術特性、2019年9月30日、現在の運賃、20ルーブル。ウィキメディアコモンズには、ウラジオストクのケーブルカーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。